ですが、この質と、難度の高いタンブリングを持っているんですけれども、はい、最近は表現力もついてきましたので、まあ、ベテランボンタス選手の表現力をご覧いただきたいですね。そうですね、大人の味があります。スワンのダブル宙返り、これも非常に綺麗です。方向伸身の2回宙返りです。手の線とかこの足の線ですね、はい、そしてこの選手はやはりあと顎の使い方もうまいんですね。ああそうですか、はい、動きの終わるところで、まあ、体全部が止まるんですけれども、そういう時に一緒に顎も上げるんですね、はい、そういう時の雰囲気は何とも言えない力強さと優雅さを出しているんですね。なるほど、まあ、言われてみますとその顎が本当に気になりますね。さすがにこのこれは抱え込みの2回、場内からちょっとフラッシュがたかれてます、まあ、人気で日本でも人気の非常に高い選手ですからね。そうですね、まあ、今回は、まあ、だいぶ体調もいいのか、普段からニコ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 してますので、はい、もうそういう点ではやはりファンの人も喜ばしいですね。そうですね、やはりうっつりしてるよりもニコニコ笑ってくれた方が嬉しいです。はい、ちょっと何かため息が出るような感じがします。そうですね、はい、やはりタンブリングもさることながら最後の見せ方、そして観客のこの魅了の仕方っていうのよく知ってますね。そうですね、さて現在のところルーマニアのミロソビッチ選手が 9.875 でトップにおります。今ボンタシ選手の演技が終わりました。ボンタシ選手もおそらくミロソビッチが個人総合優勝しておりますので、先輩の意地でなんとか一種目ぐらい金メダルをと思ってるんじゃないかと思いますが。